これは火災報知器でしょうか、それとも火災報知器型のカメラでしょうか。脱衣所にありとても不安です。どんな状況でかは分かりませんが心配ですね。こちらをご覧ください。ご回答ありがとうございます。私もこれではないかと思い質問をした次第です。女性用のシェアハウスに住んでいます。トイレとシャワーそれぞれ扉あり、があり、ここはその間の洗面台、着替える場所の天井です。一度シャワーを浴びている時に浴室の扉を閉めていますが、この脱衣所をオーナーが通りトイレに入ったことがあります。覗き疑惑かと。それは私だけでなく他の住人も経験しています。玄関に入ってすぐの廊下に電球型のカメラがあり、それは聞けば防犯と答えるかもしれませんが、怪しく思い質問させていただきました。やばい人だと思うのでバレずにカメラか確認する方法はありますか。バレずには難しいかな。動体検知もあるし、しかし凝視したり写真撮っているのでもうバレたとバレるかと。火災報知器は設備として付けられて後から壁紙とかを貼る。スパイカメラは壁紙のあるところに後から付ける。写真を拡大して見る限り後から付けたように見える。火災報知器だったら隅っこにあるのは不自然。これは黒かな。回せば外れる仕組み。バッテリー式なので充電しに頻繁に入らないといけないものです。通信式ではなくメモリ式みたいなので、それを回収されるまでは動画は向こうの手に渡らないです。ありがとうございました。